就職したばかりの頃に付き合ってた元彼がうつ病になったと聞いてびっくりした話。その元彼、大手に入社して新卒でもかなり高いお給料をもらってたけど、ブランド品を買ったり毎朝寝坊してタクシーで通勤したり、実家暮らしだったのに金遣いが荒くてお給料をその月のうちに使い切る人だった。そして当たり前のように浮気するしキャバにも行く。最後には君のところに戻ってくるんだからおおらかに構えて待っててくれればいいのに、と女性が浮気を許せないのが本当に理解できないという様子で、悪びれもせず講釈を垂れるので呆れて別れてしまった。アラサーになり自分も家庭に入り子供ができた今、共通の知人から元彼の近況を聞くことができた。なんと元彼、うつ病になって大変だったらしい。大手だから仕事がきつかったのかなと思ったが、そうではなくて、できちゃった婚した奥さんに束縛されて財布の紐を握られて、それが辛くてうつ病になったんだと。知人は元彼の散財っぷりや浮気癖を知らないからか、超鬼嫁子ええみたいな言いふりだったが、過去の経験がある自分は束縛浮気できないよう対策をする。財布の紐を握る多分子持ち家庭なら一般的な家計管理というごく当たり前のことしてるだけなんだろうなぁと思った。元彼のわがままっぷりを知ってるとはいえ、家庭を持ち子供もいる年齢の大人がわがままが通らないという理由でうつ病になったというのが衝撃だった。